はい、どうも皆様、こんにちは。サスリコーヒーです。じゃあ、引き続き、タウンシジムのリーダー、ジムリーダー、エリカと戦ってます。速攻やんけ。スピード下がった。速い。あいつ速い。早かろうが何かろう何だろうが、怪しい光と火の粉と火傷の効果でガンガンにやっつけてやるぜ。よし、バカめ。オッケー、倒した。俺、キノコ食われるだが。そのまま。怪しい光。オッケー。引いてますね。あ、間違えた。怪しい光を放ってしまった。死んでもコンカランしてる。オッケー、火の粉くらい。おー、しかも状態異常。やるな、やばい。うわー、かっこいい。沼、まあ、終わりだ。よし、勝ったな。参りましたわ。さすが殿方お強いですわ。このレインボーバッジ差し上げなくてはなりませんね。オッケー、ゲット。レインボーバッジでレベル50までのこともおとなしくいいこと聞きます。そして怪力の技が戦った方も使います。それからよしかったらこれもお使いになって。ポケモンでメガドレインだっけな。与えたダメージの半分がポケモンの素晴らしい技です。ポケモンの栄養になるってところがちょっとエグい。まずい、このままで死んでしまう。下線まで急ごう。チャリチャリを使って。あ、死ぬわ、やかましい。やかましい。やかましいが死んでしまった。あんだけタウンシジムでは猛威を振るってたのに。というわけで、ちょっと待った。タウンマップ多分、預けてるから、タウンマップちょっと引き出すかな。その前に、スーパーボールは捕まうから預けてる。この紐も多分捕まるから、裏付けといて、ひげマシンには置いといて、コインケース、金の玉、毒液、シマザマシン21も預けといて、で、タウンマップ引き出すか、タウンマップ、タウンマップ、タウンマップ、仕事、仕事。順番的には器用やから、次は、あそこの前に、あれか、タマムシのロケット弾の、あれをアジと潰さんなかんのか。じゃあ次はそうしよう。それでは今回はここまで。ありがとう。今回の動画はいかがでしたでしょうか。面白かったですかね。もし面白かったならばチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた別の機会でお会いしましょう。それでは。